検閲に引っかかったとかじゃなくて、普通になんかなんかの不具合で多分送られなくて、そうでもなんかショールームでね行ってたから、そう来週学校のがあって SNS できないみたいな、まあ行ってたから大丈夫かなと思ってたんですけどそう、そのメールが行かなくて、行ってなかったってことを最近気づいてびっくりしちゃいました全然元気です。ただ何も学校のあれがあったか遅れなかっただけなので、ご安心よめちゃめちゃ疲れて、今日目が覚めたらお昼の12時でびっくりしました寒い。全然元気です。めちゃめちゃ疲れました。眠い眠い、もう今日12時まで寝たのにもう今眠いから、明日ちゃんと朝起きれるか不安で不安で仕方がありません起きれるかな朝。ね、なんだかんだ疲れますからね。もう結局ないけどごめん、ちょっとねこの配信終わったらもう配信すぐね10時までだから、10時に終わったらもうすぐ布団にゴーするのでそうすぐ今すぐに寝る感じなので、リップすらも塗るのをやめました。こんばんは。何話そう、めっちゃなんかねショールームめっちゃ久しぶりだと何喋っていいか分かんないんだよね。毎日なんかやってたらやってたらネタもないんだけど、話すこともないんだけど、たまにやっても何話していいか分かんなくなっちゃいますね。こんばんは、どうも。寒い、暖房嫌いなんだよね暖房すごい嫌いなんだけど、すぐに寒いわ。ハートありがとうございます、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 ありがとうございます。どうもありがとうございました、ありがとうございます。お、ハート、他の方もありがとうございます、ありがとう、あ、100個ありがとうございます、ありがとうございます。なんだか今日はハートですね。床じゃないの、自分の部屋だから床ではないですね、自分の お部屋にはないです。こんばんは、こんばんは。あ、かわいい、ありがとうございます。加湿器はつけてんの？加湿器ってなんかね、良くないらしいっていうのを聞いてそれ買いました。なんか菌が増えちゃうんだって、だからやめましたもう学校には北海道持ってってる、学校にっていうかもうなんか必需品です、北海道。なんか小学生とか中学生の頃はなんかあの貼らない元カイロをよく持ってたんですよ、なんか制服のポッケとかコートのポッケに入れて。でも最近元カイロよりなんか貼ってますね大人になったのか、なんか貼るカイロの方がいいなと思って。そう昔貼るカイロ大好きだった、あ、ん？貼るカイロ大嫌いだったんだけど、最近は貼ってます、貼る方がいいなって思って。そう貼る方があったかい。
土曜日ユーティフルの、マジでどうしよう、やだな。雪か、早いね、もうそんな感じか。靴にカイロ入れてる。え、靴にさ貼るカイロあるよ。その便利グッズがあるんですよ今。靴にカイロわざわざ入れなくてもなんかあるよね。私の家もありますよ。なんかね、靴の中敷きみたいになってるカイロが売ってるよ。買ってみて結構必須ですね。冬は寺だけあり、ストック買いしてます。靴下じゃなくてね、靴に貼るやつがあるんですよ。なんかね、なんでか、なんであるかって、普段はそんないらないけど、まあ寒いけど、なんか結構私も部活やってて、妹も今バスケやってるから、結構パパとママとかが体育館で一日中見てると寒いから、そういう時に靴に貼る、帰る靴のなんか靴底に貼るか、そこじゃないかなんかありますね。会社が寒すぎて USB で温まるベスト買ってもうた。え、ね、見たことある、なんかテレビショッピングで見たそれ同じやつかな。そう、切れないタイプ。いや、なんかね、靴の中敷きみたいになるカイロありますよ。なんか靴、足の形になってるあ、こんなんどうでもいいんだけど、こんなんどうでもいいんです。最近ね、全然話変わるんだけどね、あ、そうだ、55分になったら言ってください、コメントで時計が分かんなくて、な、あるわ、 iPad あるからいいや、言わなくても。この前ね、あれを買ったんですよ、モバイルバッテリー。そう、なんかあるんだけど、家に結構なんか長くね、なんか結構多めなバッテリーが欲しい時とか、なんか1個じゃ足りないなって思って、なんかその今使ってたモバイルバッテリーも結構長く使ってて、3年ぐらいお世話になって、なんか結構もう古いかなって思って、あのアンカーのモバイルバッテリーを買ったんですよ。とても良いですね、なんか早い、アンカーのモバイルバッテリー。そう、買って、もうお金がないよ最近なんだかんだでお金使ってて、お金がなんか、何買ったんだろう、うん、モバイルバッテリーかな、でもなんかお金がなくて、でもモバイルバッテリー買ったらすごい良かった。アンカーのモバイルバッテリーあれすごいね。なんか充電がなんか 10% とか 20% とかでも、なんかもう気づいたら 100% になってたみたいな。本当に早い。そう、移動時間に挿してたらもう満タンだみたいな。そう、早すぎません？え、なんかアンカー初めて使ったんですよ。なんか結構いろんな人がいいって言ってて、そう、なんか本当はなんかスタッフさんが持ってたこうケーブルがいらずにモバイルバッテリー自体を充電できるやつがあるんだけど、それが欲しかったけど、それちょっと高くてやめて、普通のアンカーのモバイルバッテリー買ったらもう良すぎて良すぎてどうしたことか。お年玉、あ、そう、よくよく考えたらさ、私今年で最後かなってお年玉もらえるの。もうね、高校生じゃなくなるから、お年玉もらえるの最後だなと思って、悲しい。え、そうだよね、お年玉って高3ぐらいまでかな、もう来年はもらえないよね多分。だから今回のお年玉で最後だなと思って、悲しくなっちゃった。
ママと話してたんですよ、それ。そう、なんか今年そんないろんな人と会わないから、そう、そんなもらえないかもねみたいな話してて、でも今年最後だねって話しててね、そう、高3で最後だねって。でもそしたらもう高校卒業したら、その自分でその、 あのお金を下ろせる、なんていうの、自分の銀行とかからちゃんとね、自分でお金を管理してねって言われて、大丈夫かなと思って。そう、私その口座はあるけど、なんかその口座の中身一回も使ったことないし、一回も自分で下ろしたことないんですよ。なんか結構メンバーとか自分でねお金下ろしてる姿とかよく見てるんですけど、よく見てるっていうか、一緒に遊びに行ったりしたらさ、こう、お金ないから下ろすわみたいな感じ、下ろしてかっこいいなって思って。だから高校卒業したらね、自分で管理してねって言われて、いやいやいや絶対やだそう、もうお小遣い、私お小遣い制なんで、1ヶ月いくらって、そう、お小遣い制でやってるけど、もうお小遣いもなしで自分でやりくりしてねって言われちゃいました。どうしましょうか。もう絶対自分の口座のお金は使わないもらったとしても絶対自分でね下ろさないと思います。嫌じゃん、だって将来のために取っときたいし、ね、将来ちゃんとしたお仕事に就けるか分かんないしめちゃめちゃ現実的に言うと怖いから下ろしたくない。私一回も使ったことない、自分の多分お金。高校生のお小遣いいくらぐらいなんだろう、わかんない、多分私でも少ないと思う。うん、なんかその NGT のお給料とかは何も使ったことない。お給料って言い方おかしいけど、そう、なんかそういうお金は一切使ったことない、もう完全お小遣い。うん、なんかこう NGT でのお給料が良くなったからお小遣い上がるとかもなく、高校3年間はずっと一律で5000円ですね1ヶ月5000円です。でもなんかその全部自分でやりくりじゃなくて、ママが払ってくれるのもとかも多いから、だいたい5000円ぐらいか。でも多分少ないと思う、めちゃめちゃ。私そんななんか使わないし、お金。ママといる時はママに買ってもらうし、なんか基本自分で払うのはコスメとあと趣味のものとか、そんぐらいかな。うん、お洋服とかはこういるものだからママと基本買うから、そう、ママととか。うん、どうなんだろう、なんかわかんない、私がこういうお仕事してるから、なんか基本基準がわかんない。でも周りの子とかは普通にバイトしてるから全然私よりお金持ってますねそう、周りの子、周りの NGT じゃない、普通の周りの私の友達、一般の友達はバイトしてるから結構お金持ってますねそう、多分そのね、 NGT の私がもらってるお給料1ヶ月分私がボンってお金でもらったら、ちょっと私はどうしていいか分かんなくなっちゃうから5000円ですね。まあそれをボンってもらってたら、まあ普通の高校生よりかはもらってるのかもしれないけど、いや分かんない、普通が分かんないんだけど、全然友達とお金の話とかしたことないから普通が分かんないけど、まあバイトしてる子はね全部自分でお金もらってて、私はもう5000円だけだから、めちゃめちゃ周りの子がめっちゃ持ってますね、るように私は見えちゃうそう、小遣い制ですね。
お洋服はママと一緒に買い物行ってればママ買ってくれるし、ママとお買い物行ってなかったら自分で買うし。ね、なんかバイトしてたらね、私もバイトしてみたいな。なんか NGT やりながらバイトを OK にしてもらえないかな。学生の時はバイトしてなかったからお金なかったな。バイトしてないんだ。なんか私の周りの子みんなバイトしてて、すごいなんかバイトの話とかすごいいいなって思って、そうなんか友達と遊ぼうよって言った時に、大体のバイトのシフト表みたいなのが送られてきますね。私入ってない日だったらいつでもいいよみたいな。そうバイトのシフト表みたいなそのまま送られてきて、それで私がいつ行こうって言ってます。いやバイト憧れますね。劇場の受付あれってね、どれぐらいもらえるんだろうね。ね、劇場の受付結構学生さんとかやってくれてますよね。こんばんは。あ、まかないとか憧れますね。いいね。大学生になってから塾の先生してた。え、めっちゃ天才じゃん。塾の先生とかでも楽しそうですね。あのスタッフさんたち学生さんな、学生さんだよね多分。学生さんだと思う。バイトしてみたいな、楽しそう。普通になんかいろんな人と仲良くなれそうだし。いいですねバイト。まかないが美味しいところがいいです。あ、服屋さんとかもあるか。でもなんか服屋さんって人が来ないと暇じゃないですか。うん、だからなんか忙しくしてたい。暇だと本当に時間が長く感じちゃうから、忙しいところであっという間に、あ、もう何時間経ってるみたいなのがいいですね。スタバの店員さん、え、スタバの店員さんはね多分無理だと思う。なんかみんなにあんな愛想よく振る舞えない。愛想よく振る舞えないですよ。接客は嫌ですね。接客嫌とか言ってよくこんな NGT 入ったなって思ってるんだけど私も。バイトとかならなんか結構 裏でなんか作ってた。接客とかなんか事務系の仕事の方が私は向いてます。うん。接客はあんま好きじゃないです。だってスタバとかすごくない？ね。なんかもう行くたび行くたびすごい話しかけてくれるから、そう。スタバが唯一イヤホンして入れないお店。私結構買い物してる時とかどこ行く時もイヤホンしてて音楽聴いてるんですよ。なんか服屋さんとか結構一人で入るとすごい話しかけられるお店とかあるじゃないですか。え、これ新しくてこれとこれ合わせたらすごい可愛いんですよみたいな、着てみますかとか。すごい話しかけてくれるから、そう。でもなんかこう私はこう、まあ、話したい日もあるけど、結構パパパッと見て買ってしたいから、なんかイヤホンしてると結構あのなんか音楽聴いててこの人聞こえないなって思ってくれて、あの、あんま話しかけられないんですよ。そう、だからイヤホンしてたり、なんか普通にどこだろう、じゃあマック、
マックとかだったら全然なんかイヤホンしながら、まあ、音量はめっちゃ下げたり音楽止めたりするけど、あの何音楽は止めてるけどイヤホンしてる状態でマックの注文とかは全然するんですよ。でもスタバだけはあのイヤホンしていけない、なんか申し訳ないっていうか、すごい気さくに話しかけてくるじゃないですか。なんかメニュー見ててなんか決まらないうちに自分の番が来ちゃって、あのレジのねあのお姉さんとかお兄さんとかが立ってて、でそのメニュー置かれてて、でどれにしようって、普通行ったらじゃあこれで、あいくらですで終わるんだけど、私まだ迷ってて、その自分が行ってもどうしようどうしようってなってて、何にしようかなって悩んでたら、なんかお探しのものありますかとかめっちゃ聞いてくれるんですよ。そうなんかどういう系がいいですかとかめっちゃ聞いてくれるから、もうこれはさすがになんかすぐイヤホンするして入れないお店ナンバーワンスターバックスコーヒースタバ、本当にもうねイヤホンして絶対入れないですね。ねすごい話しかけてくれるんですよ。でもなんかすごいなんかアドバイスじゃないけど結構なんかいいんですよね。例えばなんかホイップ追加でとか言うと、なんかホイップ増量も無料でできますがとかすごいなんかプラスにこう増してくれるんですよね全て。はいね、すごいスタバの店員さんってめっちゃ話しかけてくれるから、イヤホンして入れないですね。逆にイヤホンしたら何も話しかけないのかなそう、まあでもそれがなんか嬉しいけどね。いってらっしゃいとかたまに言われるじゃないですか行ってきますってそう、いってらっしゃいって言われません、たまに。なんか良い一日をみたいなそう、ね、なんかなってみたいけど自分には無理だなって思う。いってらっしゃいって言われない、たまになんかたまに面白い挨拶さんに来てくれる時があるいってらっしゃいとか言われません？結構なんか朝の方に行ったのかな何だったんだろう、あれは何回かでも言われた気がする。他のお店かな、でもスタバぐらいだよなスタバの店員さんはなんかでもなんか作るのは楽しそう、ああいうカフェ系ラテアートとかなんかこうカフェの裏で作業してるのはすごい楽しそうだけど接客はしたくないっていう何分今あと2分ぐらい話そうか10時にね切れちゃうから。でも私って18歳になったら12時までなのかな、学年4月からなのかな、日付が変わる、ま、違う12時まで配信できるのって4月からなのか誕生日迎えてからなのかどっちなんだろうね。だってなんかそれ最近生誕されたばっかりなのにもう生誕祭で、ね、あ4月からか、じゃあまあしばらく我慢ですね。でもあっという間だろうね、だって今何月ですか、12月、もう1月になろうとしてるんですよ。うん、私の場合3月13だから誕生日がまあ4月からでも3月からでも何も変わんないんだけどね。あ、学生だからっていう理由か、そこか。あ、生誕ティー、この前ね考えてなんか
一昨日ぐらいに送りました。そう、この前来て、あ、一昨日じゃないわ、先週、先週の週末ぐらいに送りました。お楽しみに面白い感じにしました、今年は今年はもうあのタオルはめっちゃ可愛いです。タオルはめっちゃ可愛くて、 T シャツはあの面白いですそう、 T シャツはちょっと面白い結構面白い感じにしました。シンプルで面白い、うん、まあそれは出たら詳しく書きますが、まあ面白いです T シャツはということで男女読みますね、時間なんで。13位ソルトさん、12位焼肉大好きさん、11位カエデさん、10位サトシさん、9位リオンさん、8位サボテンさん、7位マスルです、マスルなんですさん、6位エルトさん、5位アキラさん、4位オズちゃんさん、3位マッチョさん、1位イチョル、あ、2位イチョルさん、1位ラーマさん、ありがとうございました。楽しみに、生誕ティー面白いからあのシンプルで面白い感じです。ということでありがとうございました。バイバーイ。